今回は、平野紫陽さんが女性とショッピングモールを歩いている写真が SNS で拡散したので、その女性の正体に迫ってみました。まず、平野紫陽さんは、2023年12月24日に放送されたアマで、飛べ、の夏休みハワイ独占密着の特番に出演し、新たな決意を語っています。その放送では、滝沢秀明さん、三宅家さん、北山孝さん、神宮寺祐太さん、 キシユタさんといったメンバーと共にハワイ旅行に密着。プライベート感たっぷりの映像がファンにとってはクリスマスプレゼントとなり、その人気をさらに加速させました。とべは2024年に新たな動きを計画しており、ナンバー、愛は1月にデジタルシングルのリリースに成功し、これは彼らの長年の夢であり、グローバルオープンへの一歩となるだろう。 さらに3月には東京ドームでのコンサート開催も決定しており、その勢いはますます高まっている。その中で注目を集めているのが、平野紫洋さん自身。彼のインスタグラムのフォロワーは400万人以上で、SNS での関連ワードのトレンド入りは日常茶飯事。その影響力が評価され、国内の大手ビールメーカーのお酒の CM にキャスティングされることが明らかになりました。広告代理店関係者によれば、 彼の広告企業は外資系企業が求める日本的な忖度をしようとしない新しい風を感じさせ、これからのキャリアに期待が寄せられています。過去にはジャニーズ事務所に在籍していた頃、平野さんは多くの CM に出演していましたが、退所後は一時的に終了。しかし、今回の CM 企業をきっかけに、国内企業とのコラボが再び実現しそうです。彼の多彩さと広告企業に対する期待が高まっています。 そして、平野さんのプライベートな一面も気になりますね。彼は以前、テレビ番組で年上の女性と二人暮らしをしていることを明かし、その際には母親や祖母との関係についても触れました。彼のおばあちゃんは66歳で、母親は40歳という若さ。この情報が SNS で拡散され、彼がショッピングモールで女性と歩いている様子が誤解されることもあったようです。一方で、 平野さんの母親については様々な噂が立っています。彼女は元エステティシャンで、一部のファンの中では商売に利用されているのではないかとの批判も。また、母親はフィリピン人ではないかという噂もありますが、これはブログ記事からの情報であるため確かなものではありません。さらに、平野さんの母親は過去に病気になり、舞台ジャニーズアイランドの取材で悪性腫瘍であることが公表されました。現在は再婚しているとされ、 病気は良くなったと考えられます。これらのエピソードから、平野さんの家族との絆や彼の幼少期についても垣間見ることができます。平野信洋さんの華やかな芸能界とは裏腹に、彼のプライベートな一面や家族との絆はファンにとっても魅力的な要素となっています。今後もその活躍に期待し、ショッピングモールでの歩行だけでなく、彼の人間性にも注目が集まりそうです。